どうも60です。動画でこそね全く上げなくなってしまったんですが、実は僕まだまだ現役で馬娘をプレイしてるんですよ。それこそチャンミでプラチナを狙ったり、毎日ログインして飲酒集会のためにフレンド枠使い切って、時には人権サボカをね天井1天井2天井叩いたりとか、平均よりはね少しぐらいちょびっとぐらいはやってる方だと思うんですが、そんな馬娘最近若干刺繍というより刺繍かがするなって、まあ気のせいなら気のせいでよくてね、馬娘が刺繍するなら他のアプリはもっと刺繍の機器で何言ってんだっていうならそれはそれでいいんですけど、実際どうなのかなって、まあ僕の視聴者にも現役でね馬娘をやっている人たちにも聞いてみたいなと思って今動画を撮ってるんですが、当然コナミの問題も一旦置いといてください。じゃあね、馬娘が抱えている問題って何かってなった時に、以前と比較して馬娘ってだいぶやりやすくなったんですよ。それこそプレイ時間が短くなったり、 UI がね分かりやすくなったり、印象のね緩和のイベントも来ました。まあ単純に飽きちゃったとか、もう興味なくなっちゃったよとかはもうしょうがないとは思うんですが、じゃあ何が問題なのかなってなった時に、僕個人的に思ったのはモチベが上がるイベントが少ないなと思ったんですよ。モチベが上がるイベントって言っても人それぞれだと思うんですが、僕にとってモチベが上がるイベントってそれこそハーフアニバーサリーとか、アニバーサリーとか、チャンミでプラチナを取った時とか、まあアニメ化とか、ね、あとね、昨日のパカライブでも発表されたタキオンの因子研究、まあ、欲しいイベントが来た時とか、あとは、ね、あ、そうだ、一番大事なのは推してる子、好きな馬娘が実装された時とか、が一番モチベが上がるなって思ってるんですけど、実際これって僕頻度って少ないと思うんですよ。だってアニバーサリー、ハーフアニバーサリーは1年に1回、半年に1回。チャンミもね、3月に開催の頻度を減らすっていう風に通達があったので、今後減っていくだろうし、アニメ化とか好きな子が実装されるとかっていうのは、そうそうあるものではないので、やっぱモチベが上がる機会が圧倒的に少ないなって思うんですよ。でもっと言うと、じゃあ、モチベが上がるイベントって何ってなった時に、ウマ娘って、キャラゲーですよね、ウマ娘って。キャラゲーなのに、やり込み要素がめちゃめちゃ少ないじゃないですか。今の馬娘ってキャラをゲットしたら、覚醒レベルを上げて、女神像でね、星のレベルを上げて、ヒント本が余ってればスキルのレベルを上げる。で、そこからシナリオによる本育成が始まるんですが、実際のね、キャラ自体の強化は10分もあれば終わっちゃうんですよ。これっていい面もあるんですよ。まあ、初心者の人が追いつきやすいとか、時間がかからなくていいとか、いろいろあると思うんですけど、まあ、初心者はどちらにしろね、サポカもないだろうし、飲酒もないから、どちらにしろ追いつかないんで、そこは考えないとして、僕もっとね、やり込み要素があっていいと思うんですよ。それこそ、やっぱ、ウマ娘ってめちゃめちゃ魅力的なキャラじゃ、全員魅力的じゃないですか。魅力的じゃないキャラがいないぐらい、全員、ものすごい可愛くて、かっこよくて、素敵だと思うんですよ。だからもっとね、好きな子、キャラを強くしたいっていう願望があって、例えばなんだろう、初期捨てを伸ばせるシステムを実装したりとか、こういうスキルを強化できるアイテムを実装したりとか、もっとねキャラを強くするシステムを充実してほしいなって個人的には思ってるんですよ。で、じゃあそのね強化できるシステムが追加されたら、その強化するのに必要なアイテムとかが大盤振る舞いで手に入るイベントが来たら、きっとモチベーションって上がると思うんですよね。ね、そこには多分それが、そのアイテムがそのイベントとか育成とかでも入手できるようになったら、周回するメリットも増えるし、モチベが上がっていくんじゃないかなって素人目には思うんですけど、皆さんどうでしょうかね。まあ、他にもそれこそもっとね UI を優しくしてほしいとか、因子を緩和してほしいとか、サポカ等のね、なんサポカのが排出率を上げてほしい。当然ねユーザー目線のね要望になってしまうので、実際のね運営のこの提供できるレベルとユーザーの目標のうまいところ、落としどころを用意しなきゃいけないと思うんですけど、もっとね僕はキャラを強化したい。実際チャンミレベルになってくると活躍できる子っていうのは一握りなんですよ。どんな子でも、ま、チャンスがワンチャンあってほしい。今でもワンチャンあるか。もっとチャンスがあっていいんじゃないかなっていう風に、個人的には思ってます。まあ、だから、あとはモチベが上がるイベントっていうこと以外だと、まあ、それこそメインストーリー、キャラストーリーが全く追加されないから、そのあたりも追加してほしいでしょう。追加してほしいし。まあ、アビ教官、どうなるかわからないですけど、サークル対抗戦、これどうなんですか、僕知らないですけど。あとはフレンド枠拡充とか。
まあ、あと情報修正かな。ウマ娘って1年に1回とか半年に1回ドカッと情報修正やりますけど、これもっとコンスタントにやっていいと思うんですよね。それこそこね、今月は日本ダービーがあります、日本ダービーがあるからダービー優勝してる子たちはちょびっとだけ強化しますよとかっていうのがあってもいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。なんでそこら辺どうなんだ、皆さんが思う、なんだろう、ウマ娘の問題点とか何かありますかね。当然コナミに訴えられた云々の話は置いといてね。あとはそうだね、やっぱあとキャラのやっぱね、そうモチベーが上がるイベントが少ないとに通ずるんですけど、その運営が用意してくれないんですよね。あり余ってるんですよ、成田トップロードへの愛が。おそらく僕と同じ気持ちの人結構いると思うんですけど、でもアニメが終わってさあ成田トップロード来るかなと思ったら実装されなかったりとか、行き場がないんですよね、このキャラに対する愛情の。だからこのキャラ愛に対する行き場を作ってくれれば、ウマ娘ってもっと盛り上がるなって思うんですけど、はい、僕ね本当ウマ娘大好きなんですよ。終わってほしくないんですよ、刷新絶対してほしくなくて、ね、なんとかもっと盛り上げていってほしいなって思うんですけど、まあ一ユーザーなんだよな、僕にできることなんてほとんどないんで、まあね、なんだろう、思い出作りのために608でもやりますか。ひっそりとね。